セルビアの聖沢はセルビアの大主教であり、正教会の聖人。セルビア正教会で最も敬愛される重要な聖人である。日本正教会では、セルビアの大主教聖沢と表記されるが、セルビア語から聖沢とも表記しうる。祝日は1月12日、8月30日、ブルガリアのタルノボにおいて、ステファン・ネマニャの息子として、俗名、ラストゥコとして生まれる。三人兄弟の末っ子のラストゥコは温和で穏やかな性格で読書を好み、他の貴族たちと同様に遊ぶことを好んだ二人の兄とは対照的であった。15歳にして父の統治を助けるようヘルツェゴビナの行政の任を与えられるが、全く統治に興味を持てなかったラストゥコは、神への完全な献身への願いを抱いていた。そうした時、父のもとをアトス山の修道士たちが財政支援を求めて訪れた。彼らが語った修道院の素晴らしさに感銘を受けたラストゥコは密かに正教会の修道院が多数存在するアトス山に赴き、聖パンテレーモン修道院で修道名沢として修道士となった。父は息子を連れ戻そうと兵を差し向けたが、兵がアトス山に到着した時には、すでに沢は修道誓願を終えたところだった。沢は謙虚であり、修道院で祈りと時に勤しみ、その上で読書に励んだ。聖沢の親筆署名付きの彼やティビコン、1199年に作成。ヒランダル修道院所蔵。やがて父も息子の影響を受け、高齢になってから修道誓願をし修道士となった。親子はヒランダル修道院をアトス山に設立。同修道院はセルビア正教会にとって重要な修道院として発展していくことになる。沢の父シメオンはヒランダル修道院で修道士として永眠した。ヒランダル修道院はセルビア正教会とセルビアの教育にとって重要な存在となる。各種翻訳や著述が修道院で行われ、イコンも制作された。若い正教徒たちがヒランダル修道院に学びに来て、その中からセルビア各地に赴く司祭たちが輩出されていった。父の死後、その子ら三人兄弟のうち、父の跡目争いで、沢以外の二人がセルビアで内戦を始めた。セルビアは国家として危機に陥るとともに、正教信仰も、消滅の危機にあった。ステファン・ネマニッチは沢に対して、父シメオンの普及隊を携えてのセルビアへの帰還を要請。沢は、アトス山から父の普及隊を持って、セルビアに戻り、兄弟の調停にあたり、内戦を終結させて、セルビアの平和を実現した。ステファン・ネマニッチは後に、初代セルビア王となった。ストデニツァ修道院に、父シメオンの普及隊は収められ、沢は同修道院の指導者となり、多くの修道士、教師の教育に当たった。ストデニツァに今日定めた沢は、教会の組織化に着手し、同行した修道士たちを私牧、伝道のため各地に派遣した。沢はしばしばストデニツァ郊外の人里離れた場所にある硫黄にこもり、精神力を高めていた。沢は、その後、セルビアにさらなる正教の強化、発展をもたらすことを企図し、皇帝とコンスタンティヌーポリ総主教庁に対し、セルビアの教会に独立正教会位を与える、よう要請。要請は、受け入れられて、独立正教会たる、セルビア正教会が設立されたが、その初代の主座主教たる、大主教には、沢の意向に反して、沢が選ばれ、1219年に沢は、初代セルビア大主教に着座した。沢以前にはギリシャ人主教がセルビアの教区指導に当たっていたが、後任の初代セルビア大主教をコンスタンティヌーポリ総主教庁の許可を得ずに選出することが可能になった。セルビアはオフリドの大主教管区から解放され、セルビア正教会の独立と自治が承認された。着座後、沢はセルビアにおける正教の定着に尽力し、改めて兄ステファン・ネマニッチに戴冠を行った。沢の着座後には多くの教区にセルビア人主教がノブ賞をされていった。宗教書の翻訳、父の伝記である聖シメオン伝説の執筆といった沢の著述活動は、セルビア文語の発展に大いに貢献した。1233年に大主教くらいから退き、東方に旅立つ。東方旅行の中で、セルビア人巡礼者のための宿泊施設を設置し、彼らの受け入れを手配した。1236年、エルサレム聖地巡礼の帰と、タルノボに立ち寄り、神源祭りを、司とう。その後、肺炎を患い、そのまま同地で永眠した。トルコ人によって焼かれる聖沢の普及体、ベオグラード市街地にそびえる聖沢大聖堂永眠後、劣勢されて、正教会で聖人とされる。また、父も劣勢されている。当初ブルガリア皇帝は、沢の遺体を同地に留めるよう主張したが、沢の甥である、セルビア王ブラディスラブは、懸命に、セルビアに遺体を移すよう要請し続け、1237年5月6日に、セルビアに、沢の普及体は移された。その後、多くのセルビア人正教徒の崇敬、敬愛を集め、オスマントルコ支配下にあるセルビアの自由と解放を願って神への祈りを祈願され続けた聖沢であったが、オスマン帝国は1594年に聖沢の普及体を安置されていた修道院から引き出し、ベオグラードに運んで、そこで燃やした。この場面は多くの歴史画に題材として取り上げられている。普及体を焼却処分すれば、沢への崇敬は、やむとオスマン政府は考えたが、崇敬はやむことはなかった。沢はセルビアの正教徒だけでなく、ラテン系、ギリシア系のカトリック教徒からも尊敬を受けている。今日でも多くの学校などで沢が記憶されており、セルビア人の中で沢の名前は教育と啓蒙の代名詞となっている。世界の正教会でも最大級の規模を誇る聖沢大聖堂は、沢を記憶して、普及体が焼却された場所に建てられている。ありがとうございます。